はい。私は2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一となり、1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生です。現在、ズルトレーダーは FX 統一となり、私も FX と投資に専念しております。毎日10時間以上、睡眠をとるということが大事で、IBM の研究所に勤めてた時も、私は、8時間以上平均で現在まで睡眠をとって生きております。その関係で体の体調、健康力を、推移しております。でですね、当然家では東大卒ばっかりですね。それで私は大学の先生の資格も持っております。高校までに和光大学文学部の勉強を終え、高校までですね。それから神奈川工科大電気科を卒業しました。その時に、西牧研究室、一番優秀な生徒を教える研究室の先生を担当させてもらい、大学の先生の資格を取ったわけです。それで卒業しました。私はね、大学は4年の大学ですけども、疲れまして5年で卒業しました。ただ一番優秀でしたね。一番優秀でしたけれども、勉強しすぎて体が参っておりました。こんな関係で1年間余裕を持ちながらさらに勉強しておりました。それでですね、FX の投資ですけども、このように最適化最適化分析というですね、設定値を、ね、日にちはこの時間ですね、今日現在、金曜日ですね。このように分析データをね、調べているわけです。それでこれで一番いいデータをね、これコピーしといてですね、これは RSI サンダーアプリのやつですね。RSI サンダーアプリのやつはですね、RSI サンダーアプリ100ピックス、これですね。これで見るんですね。で、これちょっと個数が9個ぐらいからなんだけど、だと見えるかな。ちょっと見てみましょう。これ出てくるかな？全然出てないですね。分析取ってなかったかな？ちょっと待ってくださいね。22、49。OK ね。これ見ればいいかな。あ、出てますね。取引数が9個からだとね、8以上ということになってたんで、設定値やると、こうですね。0.37 だから、37% しか利益出てないですね。現在そういう、これはね、ツールで最適化し、データから一番いいデータをね、自動でスクリプトに変換してくれるツールです。それでこれは、ここから仕事が来たんだけど、下がって下に落ちきれず、また上がって下がってんですね。今361円ですね。で、ここの利益はマイナス25円なんですけども、これだから300円ぐらい買ってるからですね、1ヶ月間で。調整しながらだんだん良くなってきております。はじめは30ピップスぐらいで分析したんですけど、100ピップスの自動売買のがいいということですね。ちょっとコーヒー、美味しいコーヒーでね、最高のミルクティーを入れてるんですね。最高のミルクティー。
氷も最高でね、ミネラルの氷なんですよ。氷、製氷機でね、作ってまして。すごく時間かかってますね、この今回の取引は。ここで来てね、ここで取ったんですよ。この上昇でね。ただ上がっちゃって、ね、ここで取ったんですね、ここで。ここで。で、一度下がったのかな？で、上がっちゃって、で、下がってきてやっと。で、下まで行くかなと思ったら越せなくて、また戻っちゃって。それでまた戻ってきてですね。で、私、バイナリーオプションのスペシャリストで、経験がね、バイナリーオプションが濃いんで、損切りと利益食いがね、1対1なんですね。バイナリーオプションもそうでしょ。自由に設定して、1000円ぐらいでやったら、1000円勝つか1000円負けるかですね、大体ね。で、FX もそうやってるんですね。1000円勝つか1000円負けるか。今720円勝つか720円負けるかですね。で、デモ投資だと実際のライブとちょっと違うんで、ライブの奨学資金でこれ試験投資してます。で、これが勝てるようになりますと、1億円負けるか1億円勝つかの日でね、投資していきます。まあ、いきなりはやりませんけどね。それで、私はね、一人で、1K 兆円稼ぐ長者番付を越すということでね、1位になるということを考えて仕事しております。気長にやってまして、ね、仕事の方は、かなり、タフな仕事をやっております。YouTube でも相当、ね、YouTuber で一番売れてるような人たちが、僕は、YouTuber の会社は私は作ったみたいなもんなんですけど、全部じゃないですけどね。アメリカの会社でしょ、ね。私、パソコンの発明者では世界一なんですね。JBCC ホールディングスという会社の創設名誉会長ですね。大会社のグループも。全部の。それから以前、ソーテック社、資本金138億円のソーテックというパソコンを開発してた会社の、最高創設者ですね。私が発明したものを使ってました。で、経営が悪くなったので、音響の方にご弁してもらったんですね。私の収入は外部から取るということでね、会社から直接もらってませんので、今もらうと年金は4万なんですね、しかないんですね、もうね。だから、投資でね、稼がないとお金にならないと。ここはね、早稲田大学の、やっぱり大学の先生の資格を持っている関係でね、私、大学の、早稲田大学のね、教授を持ってた別荘を分けてもらって、シロアリでやられましてね、今山小屋になっちゃってますけどね、IBM の研究所に勤めてた時に、サンメグジャパンというか、新宿の事務所の会社から情報をもらって、買わさせてもらったんですね。資源がいいということですね。県保田市大蔵ですね。さあ、これ落ちればいいんですけど、ね、土日挟む と思いますね。なかなかない。で、これね、スワップ金利がもう高いんですよ。1日で14円ぐらい買って。もう66円ですから、利益だいぶ食っちゃうんですね、これ。ドル円のスワップ金利がね。逆は大したことないんですよね。スワップ金利が高すぎるんですね。金利とかお金を借りて投資してるんで、スワップ金利がかかるんですね。めちゃめちゃかかります。ね。これがね、
まあちょっと3ヶ月プランでもいいでしょ。で、レポートちょっとね見てみますね。こうなんですね。これだけ投資してるんですよ。これだけ。それで利益がね、約1ヶ月間ちょっとくらいなんですけど、利益がマイナス25円ですね。実際は386円ですね。今利益が。今取引してるのが利益が452円出てですね。で、スワップ金利引かれてるんで386円ですか。ね。1ヶ月ちょっとで利益ですね。まあ実際はこの額がね、500円ぐらいで1億円単位になりますからね。で、デモ講座では、本物の投資とちょっとだいぶ外れるんで、ライブ講座の少額資金マイクロ講座で投資してます。試験投資でね。実際はここのとこ今7億円勝つか7億円負けるかが、ね、1億円負けるか1億円勝つかで投資するわけですね。それで今のこっちね、現在は386円。452円ですけど、スワップ金利の関係で385円ということですね。大成功ですね。今はね、このストラジーテスターの最適化してるんですけど、このようにね、表が出てるんですけど、これは RX トリプル、あ、じゃあ、ダブルか。ダブルじゃないね。まあ、3つですね。トリプルは3つだったっけ、を使った分析。これは RSI2 つと AO ね。AO を使った分析なんですね。で、もう一つこっちの方でまた開発したのが AO をね、ダブルで使ったやつと3つ使ったやつのいい絵があります。ここで出てるかな？してなかったかな。こっちは AO ありますね。これ RSX ね。3っていうのがあるんですね。これも新しく開発しました。ちょっと待って、一旦こう止まって、コピーしとく。今、AO のね、2つ買ったやつから3つ使ったやつも作ったと思ったんだけども、ちょっと消えちゃって、ファイルが消えちゃったんで、ちょっと真ん中のパソコンに移ります。そんなことで成績の方は今のところプラスですね。1ヶ月間ちょっとの家の成績ですね。調整してやってますので、だんだん良くなっております。そんなことですね。どうもありがとうございました。浜岩先生でした。